今日はですね、アルペンさんで取り扱っている焚き火台を、1、2、3、4、5、6個持ってきました。これをねちょっと紹介していこうと思います。ね、焚き火台といってもいろんな種類があるんだね。で俺もこれ ほとんど使ったことがない焚き火台ですから、これだけは持ってますけどね。ちょっと実際に火を起こして、どういう特徴があるのかやっていこうと思います。これはねあれなんですよ、俺唯一持ってるやつ、これと同じだね。俺が持ってるのコールマン、これがこう畳めるんだね。でこう網もついてるから、で確かこれ専用袋があるんだよ、こうこうやって手提げみたいなんで、ね、持っていけるっていうやつで、これ俺なんでこれ買ったかっつったら、なんだっけな、もうこれ俺はもう焚き火だけ、料理はしないで考えて、まあできるんだけどのために買ったかな。冬にでかい焚き火をこう作りたくて、だからこれサイズが何個かあって、確か俺もうちょっとでかかったような気がするね、俺が持ってるのは。だから冬焚き火だけをするために俺は使ってますけどね、使ってますとか買いましたけどね。結局なんだっけ、直火がダメみたいになった、なってきた時があった時に俺買ったね。これほらもうここでやるから、まあそれがいいのかなと思って一応買ったかな。あとシンプルなやつがいいから俺。これあのコールマンのね、あの焚き火台にこう薪を入れてみたんだけど、まあこんな感じですね。だからこうやっぱ単純にでかいからさ、だってもう俺はもう焚き火に特化させてるけどね。だからこれだからこうあったらこう乗せられないじゃない。あんま乗せられるけど、でももうまず灰が落ちないっていうね。だからシンプルがゆえに使いやすいよね。この簡単だよね。だからもうただこう地面をここに作ったっていうことですよね。ほら、なんだろう、ダイレクトな焚き火を楽しみたい人にはいいんじゃない。これもあれ知ってるよ、これこそイグニオだよ。あのアルペンの自社ブランドイグニオの焚き火台だよね。まあ、これはやっぱりこのキャンプブームの最初に流行った B6 くんっていうのがあるんだけど、あれの形だよね。あれよりもちょっとでかいという。でちょっとこうこれも折りたたみ式でしょね。ここにちょっとこういうプレートがついててさ、こう薪を入れた場合にちょっとこう薪が休めるとこがあるね、こうっていうやつ。まあ、これもシンプルだけど、これはもうどっちかっつったら料理、どっちかっつったら料理に向いてんじゃない。炭とか入れてさ、まあもちろん焚き火もできるけど、焚き火を楽しむというよりもちょっと料理に使いやすいんじゃないかなと俺は思ってるけどね。これはだからもうやっぱりイグニオさんはまあ商品ももちろん使えるとして安いよね。だから
まあ、この焚き火台だけに限らずイグニオさんの商品っていうのは、まあ、テントもそうだけどちょっとキャンプ始めてみようかなっていう人におすすめのブランドだよね。でこれはやっぱ言ったようにこう料理に向いてるかなって俺は思ってますね。でちょっとこじんまりとした焚き火だったらこれでもいいけど、でここでゆっくりこう炭火で焼き鳥を焼くとかさ、焼肉でもいいしけど、するの楽しいよね、こうプチな感じがね。だから俺も最初こういう焚き火台使ってたから。これがアルペンさんの焚き火台らしいね。だ結構 ずっしりしてるんだけど、うん、持ち運びが簡単と。これがおそらくこうパコッとなってこう1枚になるんじゃない。でこれの特徴が、まあ、今こういう形状になってるけど、ここはこう取り外せるらしいんだよ。だから薪をこう置くだけじゃなくてこうも置けますよっていうことらしいね。これ取り外しができるでしょ。でここにこういうのがついてる。よいしょ。でちょっと長めの薪とかもこう置けるよねっていうことだよね。よいしょ。これなんすか。広げると上に網が乗せれるようになってる。ああこうね。あここに乗せてもいいしね。あなるほどね。高さが変えれるってことね、網のこうね。これなんかもうこれがしっかりしてるからさ、まあ、いろんなこう焚き火アレンジを楽しめるよね、こうやって。であとここに引っかかりがついてるから、ここにこう薪がこう引っかかってさ、こうやったりとかさ、まあもちろんこう横だけでこれ外して、うん、もうちょっと長めの薪入れたりとかもできるから、こう落としてここに網とか乗せてこうねとかしたりとかもできるから、まあ、焚き火と、まあ、これで1台で焚き火も料理も完璧っていう感じじゃない。で結構重いものも乗せれるんじゃない。そういうことダッチオーブンとか結構重いからこれ。いやーこれは一体何なんですか。焚き火台なんでしょうけど、なんか要塞みたいな作りですね。これはどういった焚き火台になるんでしょうか。二次燃焼を起こしやすい二重構造になっていて、ここから出てくるやつね。ほんほん。1枚ずつプレートが分かれるので、組み立て式でできる。これが 1個ずつパーツが分かれてるってことですか。はい、ああなるほど。これはちょっとあれですね、火を入れてるとこを見たいやつですね。早速入れましょう。いやーこれはあのちょっと分かりづらいかもしれないけど、相当薪入るよこれ。でやっぱりここを見てもらうと分かるけど、どっかここの細かい穴からさ炎がこう出てるから、これはちょっと強力な焚き火が好きな人におすすめじゃない。これはだすごいあったかいから、あったかいというか今暑いから俺燃え方がえげつないよこれ。ちょっと料理とかには向かないよねこれ。もうほんと焚き火オンリーだよね。でしかも寒い時よじゃないかな。俺だったらそうするけどね。これはペトロマックスで有名な
ブランドだよねが出してる焚き火台というよりもこれロケットストーブだろうね。うん、で ここからさこう巻き入れてさ、すごい燃焼効率がいいからブワーッとこう炎が立ち上がるっていうやつなんだろうけど、いや正直重いね。なんで重いかって言ったらこれ鋳物だね。これこうだから、ここ自体に熱を持つから相当こう火力が上がるし、もう家のコンロみたいなこれ。だからなんかフライパンとかで、ね、中華とかやるんだよねこれね。チャーハン作ったりとかで、これ普通ロケットストーブでこう L 字、ざっくり言うと L 字になってるけど、これ L のここがないから I なんだけど、多分だけどこれオプションでついてて、こうしてここにこう薪を置くという台もついてますよというやつですね。だこれもちょっと火をやっぱ入れたくなるっていうね。ここ空気の穴があって、どれぐらいロケットになるかをちょっと見てみようか。よいしょね、ほらこのようにロケットの威力を堪能できるというやつね。まあ正直もっとバーッと上がると思ったけど、そうでもないね。だから意外とこれ料理に特化してるかもね。ちょっと俺のやり方が悪いのかもしんないけど、まあまあそれにしてもまあ火力は強いだろうね。こうなんかブワーっていうところを、サバを楽しむものと俺は捉えてるけどね、ロケットストーブに関しては。楽しいじゃん、大人のおもちゃ、健全な。いやこれはもう外ね、外のものって俺結構使ってるんだけど、まず最初キャンプ始めた時買ったのこれね。これよく買ってたね、ライターね。あとテーブルも俺外使ってるし、あとバーナーも外か使ってるんだけど、ガスバーナーね。これに関しては何、焚き火台なんだろうけど、どういう焚き火台なんですかこれ。なんか真ん中の円になっているところが、こういうのがペロンと、そこの中に、小枝を入れていただいて、こうこう、はい、で下から火をつけるという。これは何になるの。そうですね、ある程度燃えた後に下に置くと空気の流れが上に行くので、へえ、こうまた二次燃焼系ってことかですね。それでなお早く火が上がるという形。へえ、で何、これ燃えたらここに乗せていいってこと。その上に普通の薪を乗せていくという形になる。あ、ここでつけててこう置いといたらここからバーっていくってこと。あ、なるほど。ちょっとやってみようか。じゃあすげえ煙が出てきてるね。でも相当あ、もうでも立ってきてんのかなこれ。これでもあ、火はついてるんだけど、ちょっとしばらく待ってたらバーってなるんじゃない。すごい煙が、え、どういう、あ、出てきた火が。どういう理屈なんだろうこれ。あ、出てきた。ほら炎が上がってきましたよ。でこう周りにでかいの置いといたらもう勝手に燃えていくよってことでしょ。だこれ今こういう焚き火台だけど、ここのこれが4枚羽になってて、これが取り外せるのよねこうやって。でこれがもうまたワンサイズでかいやつがあるらしくて、それをこう使えられるっていう、そういうオプションも別売りで売ってあるらしいんで、
でかい焚き火台が欲しい人はそっちを買えば二通りのサイズをこれ一台で楽しめるっていうやつみたいですね。まあ今日6つの焚き火台を紹介させてもらいましたけど、まあ焚き火台選びっていうのはね、キャンプにおいて自分のパートナーを選ぶのと一緒だからね。まあ、この他にも、まあ、これだけじゃなくて他にもアルペンさんにはいっぱいこう焚き火台があるから、自分の、キャンプにおける相棒探しを楽しんでみたらいかがでしょうか。ひろしでした。